はい皆様ごきげんよう秋読みです今日はアリエクスプレスでガオスタジオ製品の限定のブルーバージョンを購入したのでそちらを紹介していきたいと思いますえ以前紹介したえ青じゃないやつえショート動画で出したやつだと思うんですがそちらの比較とも取っていきたいと思いますので一緒に見ていきましょうではこちらに並べてみました はい、でブルーバージョンはとっても色合いが綺麗なんですよね。で、通常このシリーズは箱が、えー、黒とかオレンジのものがついてるんですが今回は白い箱で届きました。えプラスチック製の箱で、結構ししっかりしていますでこちらは、えー、ガオスタジオの、えー、ステッカーですね、付属しております。の枚ですね で箱とステッカーが付属しているのはこちらリッチビー以外の3種類でこのリッチビーはチャック袋で届きましたこれがえここに入っている感じですね、はい、でこのプラ箱のさらに外箱があってこちらはカシューナッツバージョン2の箱ですねこのステッカーで商品名記載されておりますはいではこちらが g、えー k マグネティックカプセルとでもいうんですかねそちらの青バージョンの箱ですでこれがオールフクロスライダーですね、えー、オール、まあ、耳ずくだかフクロウだかよく分かんないんですがこちらの青バージョンということですでこのボール箱がこのプラ箱の外箱として付属しておりましたでは1個ずつ見ていきましょうこちらがリッチビーですね磁石タイプのスライダーです で色がとっても綺麗なんですよねで、音が入ってなくて申し訳ないんですが、えー、ショート動画で個別に今度撮影しますカシューナッツもバージョン2なので3枚式スライドになっておりますフクロウスライダーベアリング付きのスライダーで回転させることができますこちら、回転以外にも、えー、スライドさせたり回転とスライドの合わせ技で遊ぶこともできます カプセルこちら面白いフィジェットなんですよねこちらカプセルの上下に磁石が入っていてこちら展開することができます。でひねりながら回すと磁石の反発で展開すると同時にベアリングで回転する仕組みとなっております。では、えー、赤色のものと比較してみましょう。 カプセルはは青ししか持ってなないのでで比較はなしですで。これがフクロウの赤でリッチビーの赤でカシューナッツの赤カシューナッツの青は、えー、ベース白ベースのものもあるらしいですが、えー、今回は、えー、青のみとなっておりますでこちら白ベースの青は人気なのか販売しているところを見つけられませんでした で赤い方もスケルトンでなっておりますがちょっと色濃いめなので透明感少ないんですよねでもどちらの色も気に入っております価格としてはだいたい2,000円台から高くとも5,000円以下で購入することができます、はい、では今回の動画これくらいにしておきましょうそれでは皆様ごきげんよう